ヒルダウ。元寇3年、1333年。後に室町幕府を開く足利尊氏、鎌倉幕府の京における出先機関である六波羅探題を襲った反乱軍、それを裏で動かす後醍醐天皇を鎮圧のために兵を率いて上洛の途中であった。しかしその上洛の途中で反旗を翻し鎌倉打倒を宣言。また時を同じくして北関東では新田義貞が鎌倉幕府に反旗を翻し兵を率いて鎌倉へ接近。200年以上続いた武士の政権である鎌倉幕府をめぐる戦いが今火蓋を落とそうとしていた。それゆき月光団本部ラジオドラマ鎌倉滅亡前編。1333年5月18日、鎌倉幕府。鎌倉幕府では鎌倉へ迫り来る足利尊氏、忠義兄弟、新田義貞に対抗すべく表情は開かれていた。高時様、上州の新田目がこの鎌倉に向かっておうとの幸せにございます。長崎遠紀は北条氏徳宗家秘官である御内陣内官令の一人、息子の高助とともに北条徳宗家を上回るような壮大な権力を振るった。新田だと？そのような小物に何ができようか。自らを死地に追い込むような真似を。北条高時、時の執権、体が弱く執権職から身を引いたことがあるが、結局実質的な執権職にある。いえ、初めは租税徴収のいさかいより新田のものだけであったようですが、各地で新田に呼応する者が続出し、今や万を優に超える軍勢となっておるようで。なんだと？足利の造反といい、この一連の動き偶然ではあるまい。後醍醐天皇、森吉親王あたりも連なっての計りごとか。このような事態を招いたのは足利の離反が原因ではないか。恩知らずな足利の尊氏め、鎌倉幕府創建以前より源の頼朝公に付き従いし、重郎足立の森永の子孫として幕府の繁栄を願って参ったが、赤羽殿、そなたの妹は執権北条一門としてこのようなことがないように足利に嫁がせたのではないか。足立時明、鎌倉幕府の要職にある。足立殿、今ここに至って赤羽殿を攻めても致し方あるまい。だがその妹と嫡子を取り逃したことについては不毛というわけにも。長崎の申す通り、事態の元凶は足利にあらず、この幕府高家の者がそれぞれ役得に溺れ、創建以来の役割である武家による統制、武家による治世をおろそかにしたからこそではないのか。足立、長崎だけではない、すべての者に心当たりがあるであろう。妹と高氏の嫡子が逃げた件は、それがしの動きが遅れたこと、申し開きのしようもない。だが私の体には北条の血が流れている。今となってはただ戦いの中において坂東武者の死に様を見せ、それこそが我が心中の姿であることを証しとするしかない。高時様、この森時に敵迎撃のための出陣をお申し付けくだされ。赤羽氏森時、北条氏一門。かつて北条高時が病に倒れた時に執権を代行する。そのため鎌倉幕府第16代執権に数えられる時がある。足利尊氏に妹の東子を嫁がせていた。そなたには私が病に伏せていた折、代わりを務めてもらった恩もある。相分かった。赤橋の森時、小袋坂を守備し敵を切り伏せい。ありがたき処遇、この身命をもって対処いたしまする。長崎、足立、切り通しを封鎖し防衛の将を配置せよ。迫り来る新田義貞軍、鎌倉幕府軍は大軍が小袋坂を守備し、幕府側赤羽森時の陣、息子赤羽増時とともに着陣。増時、
東子と千条丸は逃がしてくれたか。お任せください。今頃は鎌倉を脱出し新田と合流しているかと。うん、ようやってくれた。礼を言う。父上、この待つ時初めて父に礼を言われました。もはや思い残すことはございませぬ。しかし何故そこまで足利の高氏と東子様をお助けするのですか。もはや裏切り者ではございませぬか。何故であろうな。東子はあれで相当の知恵者だ。もし男子であれば相応の将になっていたであろう。足利の高氏の造反はそれはそれで何故か心が躍るのだ。何の心も持たず、ただ幕府の言いなりになり、田楽にうつつを抜かしていた小僧が、幕府にあだなすという決断をしたのだ。これこそ、足利の高氏という者の負が、立志した証であると私は思う。それを助けてやりたいと思ってしまったのだ。ちょっと悔しいです。父上は足利の高氏に惚れているようです。いやいやいや、我こそはこの小袋坂の攻撃の大将糸口の定光なり。我と思わん者はいざ尋常に勝せ。よかろう。我こそは先の執権北条の盛時なり。この首とらば代々語り継がれる戦功となろうぞ糸口殿。お受けいたそう。ご報告申し上げます。おのおの黄同士の守備隊が奮闘し、敵の鎌倉への乱入は有しておりませぬ。しかし赤橋の森時殿以下多くの者が討ち死にいたしました。さようか、森時が言ったか。はは、敵を幾度となく組み伏せ急伏せ、最後は自刃されたとのこと。森時、武者として最後を迎えたこと喜んでおろうな。長崎、この北条の高時考えたのだが、この時流もはや止められぬやもしれぬ。その覚悟はそなたにはあるか。何を仰せになれます。このような時にそんな弱気で。覚悟はあるのかと聞いておる。当然にございます。他の者も一様にか。当然でございます。相分かった。ならばまず我が嫡子時行を逃がす必要がある。この戦に敗れたとしても特捜の秩序は守らねばなるまい。時行に鎌倉を脱出させよう。ならば私めが。足立、そなたがどこへ連れて行くのだ。そなたや長崎には鎌倉を脱出しても時行を守るだけの所領などあるまい。その役目は諏訪の頼重に命じよう。はあ。考えてみればわしらが鎌倉にこもって朝廷や公家の対応に追われるうちに足元を見失っていたのではなかろうか。今鎌倉への参集呼びかけて応じる御家人がどれほどおるであろうか。もしもの時は東照寺にこもって最後の一戦に応じる。次週、鎌倉幕府滅亡の時。その時男たちはどう動いたのか。それゆけ講談本部ラジオドラマ鎌倉滅亡第2話は来週放送。我らヒルダウ。